ガールズナイトアウト始まりました。ピンククレス夏焼きみやびです。そして今回はこの2人、ピンククレスの小林ひかると三平優香です。よろしくお願いします。ピンククレスが揃いました。イエーイ、ピンクです。ピンクです。まあ誰もピンク着てませんけど今日は、はい、さあ、はい、まあ、最近のピンククレスでの活動はちょっとあんまり今はやってないですよね。そうですね、イベントもまだちょっと最近はないね。そうなんですよね。大阪の文化祭に行ってから、あとファンクラブイベントも大阪でやらせてもらったりとかして、うん、11月、そうですね、12月に向けて準備しているっていう感じですね。そうだね、そんな感じですね、はい、だんだんあの新しいまだ未発表曲、だんだんね出来上がってきてて、う、ね、もうすぐかな皆さんに披露できるのは。そうですね、うん、結構ノリノリ曲だよ ね、 そうですね、結構ハードですよ ね、 ね、かっこいい曲が出来上がってますので、うん、いい楽しみにって感じですけど、はい、二人さ、なんか最近ハマってることとかある？ハマってること、なんかプライベートさ何してる普段？私ずっと YouTube 見てますね。 YouTube 何見るの？そう、 YouTuber の方の動画を延々とずっと関連動画から何かずっと見て、暇かみたいなでもメイクとか何、メイク動画を見ますし、大食い動画を見ますし、ひたすら食べてる動画ってこと？そう、へ、今日はこれ食べます、バク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 、おーってずっとすげーって言って見てるんだ。ヒカルは？私は最近なんだろう、靴屋さん巡りとかしてて、スニーカー好きだもんね。スニーカー好きで結構見てるんです。最近は、あのマーチン、ドクターマーチンの、あ、嬉しいってなんかブログ返したもんね。そうなんだよね確かに、結構下手めの自撮りで下手めの自撮りいや、やめてよまだ慣れてないみたいな、慣れてないから見てくださったら分かると思うんですけど、ヒカルちゃんのブログ、なんかその文に書いてあることと全然違う画像を最後ポンって載っける癖があって、あ、わかる、結構オチがついてて面白いのでぜひ見てください。何そのなんかね、結構ほんわりっていうか、なんかね、ちょっとまったりなブログよね。まったり、そう、ありがとうございます最近なんかあの字をでっかくしたりとか、あれすごくないですか、あの字をカラーにしたりするのをやっと覚えて、あれすごいですよねびっくりしたその嬉しさブログみたいな書いてて、無駄に目がチカチカするみたいな、そうそうそう、やたらなんか頑張ってるみたいなそう、ぜひちょっと見てあげてください。2人のブログ、ぜひ見てください、面白いね、お願いします。ということで今回はね、ピンククレスで女子会していきましょう、はい、よろしくお願いします。歌詞朗読、イエーイ、イエーイ。さあ今回はアンジュルムの和田彩香ちゃんが登場です。早速ご覧ください、どうぞ。寒いね。ふざけてるわけじゃないよ、なんとなくこの空気が嫌だったの。星空を見上げたけど、特に何も見えない。自由が奪われてく現実を、叶えたい夢のせいにした。歯を食いしばって、行くしかない。こんなとこじゃ、戻れない。寒いね。今日はどうか、一人にはしないでね。電話でもいいから、君と繋がってなきゃ凍えそう。涙のわけ。ため息の意味は聞かないんでしょ？でもいいの。そばにいてね。でもいいの。そばにいてね。はしゃいでる子供のように無邪気に振る舞ってみたけど、似合わない気がするのは私だけでしょうか。誰にも話せなかった秘密ごと、本当は聞いてほしかったの。喉元まで込み上げてるけど、嫌われそうで怖いな。寒いね。今日も一人ぼっちなら寒いね。早く迎えに来て、私のこと安心させてよ。愛の証。愛は形にしなくてもいいの。でもだけど、そばにいてね。でもだけど、そばにいてね。寒いね。今日も一人ぼっちなら
寒いね。早く迎えに来て、私のことを安心させてよ。愛の証、愛は形にしなくてもいいの。でもだけど、そばにいてね。でもだけど、そばにいてね。ロケ企画ガールズハングアウトのコーナーです。今回はジュースジュースの宮崎ゆかちゃんと宮本かりんちゃんが中野区周辺散歩に行ってくれました。それの続きを今回は見たいと思います。どうぞ。ジュースジュースの宮崎ゆかです。宮本かりんです。ガールズハングアウト、今回は中野区にやってきました。中野。じゃ早速行きますか。行きますかね。あ、すごいよ。めめめめめって書いてある。運が。え、運勢。末吉。お。あ、大吉だ。いいな。でもこれじゃ上がれないからね、大吉が。爬虫類カフェにやってきました。やったー。爬虫類、爬虫類、爬虫類。ね、頭。触っていいんだ頭。あー、重たい。かわいい。さて、はい、続いて私たちはボルダリングジム J&S さんにやってきました。やってきました。はい、もうね、なんかちらっと岩の壁が見えていますが、ね、うん、今日はなんとこのボルダリングに挑戦します。挑戦しちゃいます。イエーイ。どう、かりんちゃん。いや、もうね、楽しみすぎて、うん、昨日の夜からもうめっちゃもう眠れないぐらい楽しみでした。ね、かりんちゃん、腕の力はどうですか？そうですね、あの体重を鍛えてるから自信はあるので、うん、頑張ります。いや、なんか本当に私たち経験がやったことないので、どうなるかわからないんですけれども、楽しんでね、やっていきたいなと思います。そうですね。はい。はい、動きやすい服に着替えてきました。じゃーん、じゃーん。はい、はい、ということで今回教えていただけるのは立花園さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちはね、うん、このボルダリングは初めてなんですけれども、はい、大丈夫ですかね。まあ多分大丈夫です。あ、初級コースだ。はい、おー、そんなコース分けとかもあって、はい、なんか気をつけた方がいいこととかありますか？高いところに登るので、まあ、あの落ちてくる人にぶつかったりとかしないように。あ、落ちるんですか？落ちます。あ、落ちるのは普通なので。あ、はい、まあ、あとは知らなかった。落ちるんで着地を失敗しないように。はあ、なるほど。なるほど。何かかりんちゃんを聞きたいことある？いや、一番、うん、なんかボルダリングで必要な筋肉ってどこですかね？普通のスポーツと違うのはやっぱり腕だと、腕とか指だと思うんですけども、全身を使って登るのが上手い登り方なので。他のスポーツと比べたらやっぱり指とかの力は。指か。私、あの腕力全然自信なくて正直なんですけど、そういう人も大丈夫ですかね？初級なら大丈夫です。あの、はしごが登る力があれば、とりあえずできると言われております。あ、そうなんだ。あ、じゃあ自信を持って、挑戦したいなと思います。今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この水色の四角のコースが一番優しいコース。へー。水色の四角が貼ってあるテープのとこだけを使ってます。ふーん、はい、そうなんだ。あの、こんな感じで他のこのテープだけを使ったもの、このテープだけを使ったものみたいな感じでコースを使ってます。へー。足の場所はとりあえず自由で OK です。あ、手だけ。手だけ。あ、そうなんだ。そうなんだ。あ、じゃあ簡単じゃん。あ、じゃあ自分の身長によってとかじゃ関係ないんですね。なんか自分の身長によって足の位置とか決めてあげればいいと思います。すごい、はい、楽しい。え、これ一番上に行ったらゴールですか？で、ゴールの仕方はあの G って書いてるテープのところがゴールなんですけども、はい、あそこを両手でしっかりと持ってたら OK です。で、体を止めてられたら OK、 両手で持って。そうなんだ。大変だよ、はい、スタートもここから両手でスタートして、はい、ね、もう足がついてない状態で。足がついてない状態。足がそっから4時のもんか。この状態からこれでスタート。あー、こういう感じです。早速やってみますか。はい、
え、どっちから行く？いや、ゆかちゃんいいよ、やって。え、やってみて。いろいろコツはあるんですけれども、足で体重を支えるように、足を意識して。おぉ足も手出してて大丈夫ですよ。はい。そしたら右手を上に出せるように、あ、それ使っちゃダメなんです。これダメ？使っちゃダメなんです。あ、そういうことか。はい。こっちしかダメなんですか？だからそこに右手が出せるように足の位置を変えてみてください。あ、なるほど。はい、足の位置自由です。あ、そういうことか。で、これはいいんですか？そうそう、そういうこと、そういうこと。なるほど。あ、いけるかも。はい、もう左足もちょっと上げるといいんですね。ほっ。はい、それでもあ、すごい。で、そこを両手で持ってたら、はい、OK。あ、できた。OK。楽しい。はい、食べちゃった。OK。おー、楽しそう。楽しい。はい、え、すごい。へえ。すごい。これはでも、いけた。楽しい。黙々と一人でやったら絶対楽しいやつだね。え、でもどっち行っていいか分かんなくなっちゃう、なんか。確かになりそうだわ。ここから？ここからスタート。はい。ここ一番でしょ？そう。足を、ま、足手を動かしやすいように足の場所を変えて。どこ一番？あった。左側の方が。力はない。足の位置をね、足の位置をね、すごい落ち着けるね、いいところに置くね。ないんですけど。あのね。え、これかこれか。それがいいかも。はい、そこで両手で持ってれば OK です。はい。OK、はい、すごい伸びた状態で。そろそろ落ちますけど、頑張ってください。じゃあこれスタート。え、白ですか？ね、3番、銀色。銀色か。銀色のテープ、棒状のテープの。あ、これか、わ、はい、かりました。あ、それか。で、これ掴んで、あの、プレーターみたいな。ほう、うわ、それ掴めんの、あの石。で、その上のオレンジ。あ、それも3番か。ね、はあはあ、で、こっちの白い胃袋みたいなやつ。え、遠くないですか？遠いよ。気にしないでください。で、一番上の緑。なるほど、わ、はい、かりました。あの、とにかく、あの、腕はリラックスします。こんな感じ。そんな風に始まるんだ。はあ、でこれはリラックスしたところからパッて足で出せる。うまい。何が起きてんの？何このスムーズさは。腕は力入れないでいいです。意味がわかんない。めっちゃ速いし。そんな感じですね。えい、スタート。はい、え、これ持ちにくい。ね、それね、まあいいや、やってみる。待って、これは手の力が必要。自分の体重支えれない。そうです、そうです。え、自分の体重を支えるにはどうすればいいかっていうのかね。お、すごい。どれがいいんだ。待って、これは手が必要だよ今。あ、左足をね、左足を無理。ちょっと待って。左足を。これはやばい。マジ、うん、え、本当に手の力が今必要だった。すごい。だから多分下手だなと思う今。え、待って、ちょっと。で、そっち行くじゃん。右足を右の方に。これがいい。左足はそこのままでいいと思うから右足ここ。はい、オッケー。サナビ、はい、サナビ、思いっきりサナビ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。やだ、身長足りない。これね、届いてるから足りてます。はい、足上げましょう。頑張れ頑張れ。お、いいんじゃない。左足をね、あの丸いでっかいやつ。え、ちょっと待って、怖い、無理。無理だよね。もう一回やっていいですか。じゃあどういうこと。ね、こうよ。はい、左側の丸いでっかいやつ。左側の丸いでっかいやつ。これか。もっと左、左、左。あ、これか。そう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 。あ、そこに行けばいいのね。足を頑張ってあげて。えい、紫があたり、あ、オレンジあたりがいいな。 OK、 それでもいいけど、それでもいい。おー、 OK、 すごい、素晴らしい。左側、白い袋。よいしょ。右足、そのまま届くかな。頑張れ頑張れ、よしよし。さあ、最後怖いよ。で、緑まで行きます。緑か、でかいな。はい、ね、足の位置を、そうですね。で、左足を緑まで上げちゃいましょう。緑上げられたら、これでっかいよね。なるほど。上げられた。へいへいへい。へい、頑張れ。こ、よし、右足。すごい。右足下ろしちゃったから右足上げましょう。待って。こ。ああ。落ちる。待ってください、落ちる。はい。落ちます。はい。いいや、緑。ああ、いけた。いけた。いけた。すごい。いけた。いけた。すごい。いけた。わかんないけど、やった。すごいじゃん。すごい。はっ、すごい。そしてもう飛び降りるのも慣れてる。イエーイ。すごい。楽しい。怖いわ。え、マジで膝ぶつけるな。さっきから膝ぶつけ。今も今2回で目でいけたから、多分2回目だったらちょっとまだ気が楽だよ。でもほら、あとね、つま先で立ってて、そうすれば膝もぶつけにくい。え、右足ちょっと上に、この感じ。手は戻した方がいい。はい。カリン、バカだな。はい、大丈夫、大丈夫、いけ。それ見せなに。大丈夫、届かないよ。届く、さっき届いてたよ。はい、ほら、だってここできついもん。大丈夫、足を上げて。ちょっとずつ足上げて。は
はい、オレンジに右足投げられる。そう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 。はい、オッケー、頑張れ。すぐ真上行っちゃう。落ちる、落ちます。怖い。なんかね、もう、あ、怖い怖い。え、楽しい。楽しいね。楽しい。でもね、今この銀は難しかった。うん、難しいです。難しかった。え、でもこれ以上いったらもう難しいですもんね。難しいですね。絶対難しい、もう。でもやってみたい。ダメだわ。いやでも楽しかったですね。楽しかった。なんかまた来たいと思いましたね。ボルダリングやりたい、ね、なんか本当にぜひいろんな人にやってほしい。これは楽しい。なんかすごい難しいものって、手の力がいるものってすごい思ってたんですけど、なんか全然なんかコツをつかめば、なんか私も一瞬分かったんですよ。あ、こういうことかなみたいな感じだったので、もっと練習とかしたら登れそうなので、またやりたいなって思いました。やりたいです。楽しかったね。楽しかったね、うん、すごい鍛えられそうな感じがした。うん、また。そうだ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、はい、さてさて、続いてはセルフキッチンさんにやってきました。イエーイ。はい、なんとキッチンスペースをお借りして料理を楽しめる場所ということなんですけれども、はい、私はですね、はい、以前から、はい、ガールズナイトアウトで、はい、こうね、お料理の写真を紹介したりとか、うん、ね、まあ、ブログとかでもたくさん公開してるんですけど、うん、まあ、ついに実際にお料理する時がやってきましたということで。腕の見せ所ですね。そうですね、まあ、材料もいっぱい買ってきましたし、ね、しかもかりんちゃん自分でも持ってきてたよね。そうなんです。私ね、今日作るものを結構自分のこだわりのね、うん、なんかこうものがあったので、うん、まあ、ちょっとね自分で用意して持ってきました、ね、さっきスーパー行った時も、うん、なんかかりんちゃんも結構準備してるから、そうかも、なんもないっていう、ね、まあそんな感じで今から作っていきたいと思います。はい、はい、ということで早速作っていきたいと思います、はい、じゃあ今回作るものを、じゃあかりんちゃん何を作りますか。私はベーグルと、あと胸肉のトマトソースと、あとはかぼちゃのポタージュで、ズッキーニの麺入りっていう作ります。はい、すごいですね。いっぱい3個もあるわけですが、私はですね、はい、大好きな茶碗蒸しと、あと稲荷のチラシ稲荷バージョンを作りたいなって思います。頑張ります。はい、パンをこねます。いきます。こんな感じじゃないかな、多分美味しいと思う。もうセットしますよ。いきますよ。いいよ。で、見てください。イエーイ、ビチヌードル。3個ぐらいかな、エビは。これを蒸します。おお、いいんじゃない？あ、うん、いい感じ。あ、食いついてんじゃない？ほら、いい感じ。色ついたよ。美味しそう。もうこれでいいじゃん。美味しそう。もうこれだけで食べたい。ソースでございます。お、いけてるんじゃないか。いけてますね。いなりチラシできました。じゃん、美味しそうでしょ。スープが完成しました。イエーイ。あー、いい匂いしてる。最高。お肉完成しました。いやー、できた、できた、よかった。できました。できたー。いやー、できました。 ね、時間があんまりない中だったのですが、はい、なんとか出来上がりました。まずですね、これはベーグルで、うん、これ全粒粉のベーグルなんですけど、まあね、ちょびっとグルテン粉も入れてるので、まあ、グルテンはちょっと高めにはなってるんですけど、うん、低GI なのでちょっとね、まあ、ダイエット気にしてる方は素敵にダイエットができますよっていう、おー、いいね、はい、そういうものでございます。で、これはですね、うん、鶏胸肉の、トマトソースがけなんですけど、はい、鶏胸肉のトマトソースがけなんですけど、鶏胸肉ってちょっと硬くなりやすいので、最初にお酒と片栗粉でちょっと漬け込んで時間を置いたことがポイントで、まあその後にこういろいろ鶏の匂いをちょっといい感じに消すために、こういろんな
こうオレガノとか、うん、いろんな葉っぱを入れて、で、まあ、最後にパセリを乗せていい感じにして、うん、でこれは、かぼちゃのポタージュなんですけど、あの中にですね、あのさっきもやったんですけどベジヌードル の、うん、あのズッキーニが入ってて、まあね、ちょっとねあの満腹感もあるスープになっております。はい、かりんちゃんは基本的には洋な感じで、はい、そして私は反対的に和な感じでいこうと思いまして、私がまず作ったのはこのあの稲荷ちらしなんですけれども、うんうんうん、稲荷ちらしは中はちらし寿司な感じになっていて、それでなんかちょっと華やかに見えるように彩りを気にして、こっちは結構見た目重視でした感じもありますが、ね、うん、私の好きなものなので稲荷も大好きだしちらし寿司も大好きだしっていう感じで作ったのと、あとはこれは卵の蒸したやつです。あの本当はあの茶碗蒸しにしたかったんですけど、なんかちょっと割合がおかしかったのか蒸す時間が長かったのか、うん、ちょっとなんでかうまくいかなかったんですけれども、味はきっと美味しいと思うので、はい、楽しみ、こっちは味重視で、はい、いきたいと思います。いただきます。ベーグルから食べよう。ベーグルからいく。いいよ。あったかい。ねまだあったかいですよ。え、めっちゃあったかい。さ、え、これは何味ですか。これはプレーンです、普通に。お、うん、いいね、全粒粉の味。いただきます。うん、もちもち。もうもちもちだね。全粒粉大好き。美味しい。うん、ね、美味しい。本当に美味しい。本当に、うん、本当、うん、嬉しい。そう言ってもらえると嬉しくなっちゃう。美味しい。美味しい。よかったです。何食べる次。じゃあゆかちゃんの行く。いただきます。あ、あの舌触りが、うん、あのふんわりした茶碗蒸しです。うん、味は茶碗蒸しです。茶碗蒸しです。味は美味しい。よかった。じゃあ次はどれいきますか。じゃあこういきますか。いただきます。へえー、すごい。チキン、めっちゃチキンだよ。鶏胸肉ですから体にいいですよ。よいしょ、いただきます。どうですか。うん、うん、いやもうちょっとね、うん、コンソメ味してた方がよかったな。うん、もうちょいね味濃くてよかったかもしれないけど、鶏肉柔らかくて最高。そう、でも柔らかさはね最高ね。柔らかさは本当に、うん、よかったよかったって感じ。なんかいい時間に食べてるね今。すごいすごいいい時間。まあ稲荷寿司、稲荷寿司いきますか。いただきます。いただきます。大きいね。大きい。ちょっと入れすぎちゃった。いただきます。幸せ幸せや。美味しい。チラシがめっちゃ美味しい。うん、スープいきますか。スープいきましょう。いや、ジュースジュースが好きなかぼちゃのスープですよ。ジュースジュースの現場にはかぼちゃスープが欠かせません。じゃあいただきます。ちょっと混ぜてくださいね。オッケー。あ、かぼちゃのポタージュだ。うん、すごい。なんか不思議。なんかスープにこのシャキシャキのものが、そう、ヌードルがね、ヌードルが入っててすごい、なんか新食感。いやね、最近流行りだしましたから ね、ベジヌードル。あ、あ、うん、好き。かりんこの味。豆乳が、うん、私こだわりの豆乳があって、その豆乳を使ったんですよ。なんか甘い。そう、すごい甘みがあって、だけどオーガニックで砂糖とかも使ってなくて、うん、そう、すごい美味しい豆乳があって持ってきたんだ。持ってきたんで今日。すごい。それだからね、それのおかげで多分成功しました。美味しい。なんかすごい和と洋がね、いい感じに合わさって合わさってね。なんかどうでしたか今日、かりんちゃん、この作ってみて。いや、やっぱりいつもの自分の台所じゃないところで料理するっていうのが、うん、あ、こんなに難しいんだっていうのをすごい実感して。あるね。まあ、だけど、いつも通りちゃんと成功したので、うん、よかったなって思いました。はい、なんかでも家でもやるのも楽しいけど、こうやってなんかなんだろう、いつもと違う場所に行って、うん、なんかこうやってなんかわやがやがや、そう、ね、かりんちゃん今何作ってるんだろうって見ながらやって、そうそうそう、一緒にできるのもすごい楽しいなって思ったし、今回はこうやって2人バラバラなものを作らせてもらったんですけど、うん、あえて見ないで、その同じ空間にいるけど見ないでこうやってできましたっていうのも楽しいなって思ったし、ね、うん、なんかまた次は協力して5人とか、それこそジュースジュースみんなで協力してなんかやるのも楽しそうだなって思いました。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったね。満腹ですよ。満腹です、ね、もう
なんかこうやって中野は私たちはやっぱりサンプラザ、中野サンプラザしか行ったことなかったので、うん、なんかこうやって改めて中野をいろいろ巡ってみると、なんかこういうキッチンがあったり、なんかそのカフェ、爬虫類カフェがあったり、本当にいろんなところがあるなって思ったし、うん、なんかこのボルダリングもあのね、結構あの後腕に来ちゃって、ね、そう、料理できるかなみたいな感じでもあったんですけど、うん、なんかすごいなんか新しい発見がいっぱいあったなって今回思って、うん、なんか結構遊びに行くってなったら、なんかなんだろう、そこの何をするためにここに行くみたいな、例えばスカイダイビングをするためにここに行くとか多いけど、うん、逆に場所を決めてこうやって中野みたいな感じで決めて、その中で何があるんだろうって見てみるのもすごい楽しそうだなって思いました。そうだね、すごく中野をね、満喫できたなと思います。ありがとうございました。ジュースジュース、宮崎ゆかちゃん、そして宮本かりんちゃんの中野区周辺散策でした。2人ともいろんなとこに行ってくれたんですけど、うん、最後のお料理もね、すごい2人ともめちゃくちゃ上手に作ってたし、女子力すごいですね。すごいね、ほんとかりんのね、あのズッキーニをこう細くする、うんうんうん、機材じゃないですか。ね、なんかあのグッズとかもあれ自分で持ってきたんだよね。へえ。そう、すごいね。あんなの持ってないよね。持ってないですね。ね、なんかそういうのとかをちゃんと持ってきてくれて、そして作ってくれるっていうのは本当にすごかった、上手だったなと思うし、あとあのボルダリング。うんうん、あれ、ヒカルやったことあるんだよね。私1回だけやったことあるんですけど、あれ見たらもう1回挑戦したくなりました。ね、あれめっちゃ楽しそう。みんなでやりたいですね。ね、やったことない。ミヤもやったことない。やったことないですよね。でも1回もやってみたくて、うん、友達と行こうってなるんですけど、いつもこう話が流れていっちゃうから、そうそうやってみたいな。でも中野にあるんだったら新宿からも近いし、うん、新宿よく行くもんね。新宿によく行くので、ちょっと電車乗ったらすぐ行けそうだよね。だってあの、ちゃんと今の回でなかったけど、前回の回で爬虫類カフェも中野にあるんだみたいな、意外すぎて、そう、びっくりした。すごいコアのお店が多いです ね、 ね、ちょっと気になりますね、中野。いろいろ探したらありそうだからね。まだまだなんか発見できそうな感じ、ね、うん、発見できそう、うんうんうん、はい、ということで、はい、まあちょっとあのここでねこの流れでみたいなとこあるんですけど、今日2部が、はい、あのちょっとサプライズがあるっていうことを、そうなんですよ、聞いてて、実は、うん、どんなサプライズなんですか。サプライズの皮、サプライズの皮、うん、私さっきの映像見てて、うん、あ、料理作りたいななんて思って、うん、それでそれで、うん、私今日料理作りまーす。イエーイ。じゃあキッチンお借りしてよろしいですか。いいよ。じゃあ早速ここにね、そうキッチンあるから、うん、ありますね。お腹すいたし、今日はもうピンククラスで、あの女子会のお茶会じゃなくて、ディナー、ディナーにしちゃいたいと思います。いいね、イエーイ、嬉しい。じゃあ二平頑張って、頑張ります。美味しいの作って。はーい。じゃあ準備します。はい。はい。じゃあ私も、うん、宮本さんの、うん、かりんちゃんのね、映像を見てて、うん、料理作りたくなっちゃったんで、お、じゃ今から料理作りたいと思います。イエーイ、イエーイ。まあ、今日はあんな風に動画の中にあったような、うん、あのこう女子力がすごく高かったんですけど、私は本当に面倒くさがりなので、うん、面倒くさがりな皆さんでも作れる失敗しない料理を、うん、今日は作っていきたいと思います。イエーイ、楽しみだ。手は洗ってあります。はい。じゃあ、まあ、これは食材が意外とシンプル。そうなんです。これ豚バラ肉 300g なんですけど、まあ、時間の都合で2時間ぐらい前にもう塩もみをしてあります。すごいって感じで、生姜ひとかけを使います。はい。え、なんか頑張れ、変な感じ。見守ってるよ。うん、でもひとかけなんで、こんぐらいでいいと思います。こんぐらいもう中に入れちゃえ。皮きれいだったらそんな洗わない方が栄養分もあるから。そうなの。そうなんです。皮はあんまりむかない方がお野菜はいいんですよ。皮にポリフェノールとか含んであったりとか。ポリフェノール、ポリフェノール、だから汚いところだけちょっと通って、うん、そうしよう。で、あとはもうじゃあ普通にこのまま切っていきます。細く。
けいけー、悪さしないで。いけいけー。めっちゃ生姜に合う。うん、生姜大好き、うん、でも生姜使った料理とかもチューを使っちゃうからな。チュー？チューブ。あ、チュー？チュー？生姜やるよって言ってた。あー、生姜のスパイスはチューでいいんじゃない。大人だ。大人なのじゃあ次はネギ。ネギを何切りって言うんだろう、こういうの。こうやって切っていくやつ。斜め切り。斜め切りって言うんですか。斜め切りします。で材料は結構一通り切ったので、うん、主役の豚肉さん、イエーイ、豚バラ肉 300g ぐらいです、これ大体。ブー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 。お水が、水分がこうね出てきちゃう時があるので、うん、そういう時はあのキッチンペーパーで塩気とか、うん、こういうのをちょっと拭き取ってください。はーい。そうなんだね。ひかるちゃんとか料理するの普段？ね、料理。この前餃子作りました。全部？全部一から。一からやったの？一からっていうか、あの肉。肉と、でもあれ簡単ですよね、餃子って。皮とかも作ったってこと？そういうわけじゃないでしょ。違うわ。一からっていうからそうなのかと思った。さすがに皮まではね。皮まではいけないか。じゃあ、お、なんだそれは。小糸を使います。なんだこれは。この子はスチーマーでして、うん、蒸し野菜とかレンジにかけるだけで、あっという間にできちゃうんですよね。へ、うん、あ、思い出した、そうそう、次は、うん、次に取り出すのは梅干しです。梅干しです。梅干し4つ使います。うん、大好き梅干し。好き？食べ、え、苦手だっけ。うん、大丈夫。大丈夫大丈夫。ひかる苦手だっけ。え、本当に気にしないで。え、気にせよ。どんな感じなの？なんか混ぜ混ぜみたいな感じ。え、混ぜ混ぜでスリスリみたいな感じですね。あー、だってどう？大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫、大人だから。大丈夫、大人だから。ありがとう。大人だから。大丈夫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 。あの、梅干しを、うん、こんな感じでちょっと軽く種からこう取っちゃって、で、この種とかのこうついた梅肉が、うん、ちょっともったいないんで、スリスリ。スリスリしますね。がっつり。がっつり使います。がっつりです。はい。ちゃんと使えるものは使った方がいいってことですよ。はい、わかりました。はい、そういうことも許していきましょう。はい、ネギをこんな感じで入れて、ね、超簡単でしょ。うん、いけそう。え、でもさ、これがない場合何、どう作ればいいの。あ、これがなくても耐熱皿 で、はい、であのラップしていただければ。あー、そっか、ラップでいいのか。そうなんです。うん、で、生姜をこんな風にベタベタと貼り付けていきます。ねえ、すごい、いっぱい貼り付いてる。いっぱい貼り付けんのじゃ。ベタベタ。最近寒いし温まるね、生姜で。温まりますね。うん、お腹すいてきた。ね、え、もう焼いたりしないんだね。焼いたりしません、レンチンで終わり。へえ、いいね、超楽じゃん。はい、ということで、ちょっと手を置き、これならヒカルもいけんじゃないの。いけますよ。ね、楽しみです。君、梅干し嫌いなんでしょ。嫌いだけど。じゃ、このままバフンとやっちゃって、レンジでピーンですね。いけ。一人で笑っちゃった。すっごい、こんなさ、かっこいいレンジなんて使ったことないよ。すごいね、なんだこのレンジ。すんごいかっこいいけど。でかい、どでかい。え、梅干し屋さん入れないんだ。あ、入れる。あはははは。もったいない。大事なんでしょ。もったいない。さっきもう余り物をスリスリしただけだよね。ジャパニーズ。もったいないよこれ。やばいよ。いや、言っていただいてよかったです。光は言わないから、嫌いだから。あー、そうか、そうしちゃって思ったけど、私のためにかな。ありがとう。でもいい、美味しそうだよ、これやばい。梅干し忘れてた。梅干し忘れてた。めっちゃさっき大事って言ってたなと思って。本当ですよね。そうだ。はい、そうだね。はい、こんな感じです。じゃんじゃん、超ズボラ。もう全部入れるだけね。叩き込むだけ。いい、ね、こんな叩き込んで、いいですね、超簡単。蓋してレンジに入れるだけです。ゴーゴーレッツゴー。あー、かっこいいレンジ。さあ、イエイ。何分ぐらいやるの。7分にセットしました。 OK、 600W。 はい、ボヒョン。イエイ。はあ、イエイ。
じゃあ、待つだけ。この7分間の間に、うん、お湯を沸かします。はい、お湯。え、なんか家庭的なとこ見れるっていいよね。いいですね。おかえりなさい、あなたってやりたいな。部屋掃除したら、やっていいよ。あなたって人妻、人妻、人妻、あなたまた靴下ってやりたい。脱ぎ、え、やりたいんだ。また脱ぎっぱなしってなんか、ぽいよね。ちょっとじゃあ、洗います。お肉使ったんで。あ、ゴミ捨てポーチがない。ポーチっていうかゴミ捨てポーチ、ゴミ捨てのあれがない。全部ファッションに伝えてくれ。ちょっとごめんね。ゴミ捨てポーチが三角コーナー、三角三角コーナーのことポーチっていうの。ちょっとなんか出てこなかった。ごめん、ポーチ。でも、姉ちゃんの家ならさ、三角コーナーでさ、さこう使い古したさ、可愛いポーチみたいなの見たりとか。めっちゃやだ。ミヤはこれは再活用する。めっちゃ可愛いの置いてありそう。普通だわ。想像がつかないね。うん、ね、あ、はい、すいません。チンゲン菜。はい。はい。入れます。入れます。茹でます。茹でます。こんぐらいでいいかな。結構細かく切るんだね。でもこんなもんで。セロリみたい。セロリ。はい、茹でました。茹でました。はい。あの、タオルあるか。あ、できた。ティーティーティーだって。で、ここで注意すべきポイントが、うん、スチーマーから出る湯気がめちゃくちゃ熱いので気をつけてください。はい、ね、で、ちょっと一旦取り出します。どんな感じかな。どんな感じかな。あ、もうちょっとだな。はい、あともう3分やります。 OK。 あとは待つだけ。もう30秒やりますよ。じゃあ、ニヘのパフォーマンスタイムで。いいよ、パフォーマンスタイム。じゃあ、お願いします。何するの。何するんだろう。じゃあ、みんなさん、30秒待ってたに、こう、トングを使ってエクササイズを。あ、いいね。腰の周りのお肉を取りましょう。こういう感じで。やばい。なんでやらせるんですか。いいじゃん、いいじゃん。いいよ。でも、まだ、でも、どうなの、この、昨日、収録で作った時はな。おぉ、あ、美味しそう。いい匂い。いい匂いする。やばいね。やばい。空いてきたよ。あ、いい、生姜にもめっちゃいい感じやん。いけんじゃん、いけんじゃん。え、どう？はい、じゃあ切ります。切ってこう。あ、じゃあこの先はもう盛り付けに入るんで、うん、見ないでおく。 OK、 バイバイ。じゃあ、あとは2品に任せます。じゃあ、じゃあ、もうカメラも置いておくね。はい、二瓶特製蒸し豚丼の完成です。イエーイ。まだかな。お腹すいたな。まだかな。まだかな。お待たせしました。来た。え、すごい、すごい。なに、え、え、ご飯、ご飯入ってる。ご飯です。えー、やばい。ちゃんとみんなのご飯。あ、これは嬉しい。二瓶ちゃんはごめんね、梅干しあれだから。やばいやばいやばい。おいしそう。イエーイ。すごい、ニヘ。さあ、ニヘが作ってくれました。すごい、おいしそう。めっちゃおいしそう。これは何丼ですか。ニヘ特製蒸し豚丼でございます。イエーイ。蒸し豚丼、めっちゃおいしそう。ポイントは、ポイントは、うん、そうですね、あの、梅か、梅ですね。梅、うん、まあ、ポイントはサリナ、あの、あれなんです。下味をちゃんと塩でお肉に揉み込むことと、うんうん、あとはあれですね、あの、硬くなりすぎず生じゃないぐらいのレンジとの調整ですね。お肉によって、本当形によっても全然分数は変わってくるので、うんうん、様子見にやったら絶対にうまくいくと思います。うん、じゃあ早速食べましょう。はい、いただきます。いただきます。いただきます。やった、いい匂い、すごい。いただきます。ね、気合い入れよう。気合い食べる気合い。ちょっとお肉だけ食べていい。最初、はい、どうぞどうぞ。
ネギと梅干し、いただきます。どうかな、どうかな。うん、めっちゃ美味しい。やったー。うーん、よかった。うん、梅干しがすごい効いてる。そうなんですよ、梅干しが、うん、大丈夫、梅干し。うん、うん、うん、よかった。やばい、超好みの味。いただきます。私梅苦手なんですけど、うん、全然食べれます。めっちゃ美味しい。結構めっちゃ美味しい。うん、うん、すごい、ご飯が進む。うん、うん、マジご飯が進む。ご飯が進みますね。よかった。ミハすごいじゃん。うん、カブが、うん、いいね。でもこれ本当にあの料理だし、まだ全然好きなんですけど、研究中で、うん、でもそんな私でも全然あの唯一失敗しない料理がこれだったんで、今日紹介させてもらったんで、普段料理作らないって方もこれなら本当に簡単なんで、うんうん、これ真似したいもん。やば、美味しい。これいいわ、うん、なんかほんとお昼ちょっとね、あーちょっとお腹すいた、なんか食べたいって時にいいね。うん、パッパッパッとかっちょいい、うんうん、これは真似してほしい、はい、お料理ですね。ぜひぜひ。ありがとうございます。ね、すごい美味しかったね。ここも食べ続けるから、うん、ぜひ皆さん真似してください。美味しかった。よかった。さあ、ここではフリートークをしたいと思います。はい、2人が写真を持ってきてくれたので、それを見ながら話していきましょう。はい、じゃあまず1枚目。あ、これは私からでしょ。ヒカル、私です。うん、これはさっきも話したんですけど、うん、ドクターマーチをついに2年ぐらいずっと、1年ぐらいずっと欲しくて、うん、ついに買いました。イエイ、おめでとう。おめでっていう報告。ついにね。おめで、なんかみゆちゃんが履いてて、うん、でなんかその時お話聞いたじゃないですか、うん、それであもう絶対買おうって決めたんですよ。いやこれはねそれで決めました。でもドクターマーチめっちゃ使えるよ、マジでね。本当にまだね、そんな履いてないや、うん、ね、まだ綺麗しかもほら、まださ、このなんていうの、足首あたりにシワがないじゃん、全然。あ、これ初めて履いた日です。あ、そうなんだ。記念すべき砂利の上で、砂利の上で記念すべきね、なんか古くなっていく方がいい、うん、味が出て、味が出ますよね。そう、だからいっぱい履かないとね。いきます。いや、この、ね、紐通してる穴さ、こっちの右が1個だけ上が開いてて、反対側2個開いてるけど、これはどういう理由で？おしゃれじゃないの？おしゃれ、おしゃれ、あの最先端かな。そうですよ、多分。そうなの。光る発信。光る発信。みんな真似しないと思いますけど。絶対違う。うん、私も絶対真似しない。絶対真似しない。気をつけましょう。はーい。はーい。じゃあ次。はい、次。かわいい。あ、出た、かわいい写真、これ。あ、ブログにもアップしてないよね、これ。あ、これアップしてないです。ね、かわいい別なショットなんですけど、めっちゃかわいくない？顔が小さい。いや、ほんとバランスいい、うん、バランスいいですよね、うん、いや、なんでそんな褒められちゃった。でもなんか、この写真をブログで初めて見て、うん、あ、ヒカルって着物似合うんだと思った。あ、ほんと、うん、似合う。でもやっぱり結構日本の伝統的なもの結構好きで、うん、なんか大学でもその伝統を学ぼうみたいな授業を取ってて、生け花とかお茶、茶道とか華道の香りを聞くみたいなやつとかも体験。あ、香りの道と書いて華道。あ、そう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 、それとかを体験したりとか。へえ、和が似合うね。似合うね。え、これは京都だっけ？あ、これ京都に旅行行った時に借りてきました。めっちゃ似合うな。あれいいみたい。あ、油取り紙のさ、幼児屋の幼児屋みたいな首筋。幼児屋みたいな首筋してません？ヒュッて、ヒュッて細いもんね。首のこの写真の感じもそうだよ、うん、アップが似合う。幼児屋に似てるね。幼児屋に似てるって何かと。ちょっとヒカルのグッズもちょっと出してもらってね。ヒカルのこういう、ね、幼児屋さんとコラボしてヒカルのこういうこういう油取り紙いいね、めっちゃ可愛い。似合ってる。いいね、いいね。京都行きたいな。じゃあ次ね。はい。
光る？光るじゃない？あれ光る？光るどうした？なんで岩の上にいる？光るどうした？閉じ込められてんのか？やばい。どうしたの？これどうしたの？光るグレーのニット着てんの？もや？何？全身ニットですか？これ先月ぐらいのやつ。先月のお風呂上がりぐらいかな、これ。どういうことなの？めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛い。何これは。これは上野動物園に行って、うん、ミーアキャットに毎年出た時に店長からいきなり、うん、ミーアキャットに似てるねって言われて、似てる。でそっからあもうあ先祖だって勝手に思って会いに行きたいなってずっと思ってて、やっと会いに行けたんですよ。やっと会いに行けたんだ。似てますよね、小動物顔ですよね、うん、ちゃん。めっちゃ可愛い、うん、動物園とかね行く女子いいね。行くんだね、プライベートで行くんだ、動物園。うん、久しぶりに行きました。行きませんか、あんまり動物園。行きたいなって本当最近思ってたところ、これガチね。ガチ。めっちゃ行きたいなって思ったけど、なんか一人で行くのもあれだな。一人で行くんですか。そう。なんか水族館とかも一人で行きたいの。あー、なるほど。一人で憧れたい。うん、一人で行きたい。絶対友達とかと行きたいです。でも友達とかとも絶対楽しいと思うんだけど、なんか黄昏たい。なんか一人で行ったらさ、喋れそうじゃない？なんか気持ちが分かりそう。動物のなんかそんな不思議キャラでしたっけ？違う違うけど、なんか冷静になった時になんかいろいろ考えられそうだなと思って。なるほど、うん、動物はね、本当に癒されるから。癒される。犬の良さは本当語れる、マジで。いや、マジで。ここ愛犬家2人 VS だからね。マジで、本当に可愛いの、マジ。うちの子。スズムシしか飼ったことないんで。もうスズムシ。名前何？名前、スズムシの名前のに。スズムシはスズムシの名前なんだ。そこはドライなんですよ。おいスズムシって。おいスズムシやばい。ひおじいちゃんから急にスズムシだけ送られてくるっていう。そうなんだ。それしかないんですよね。動物はいいよ、マジで。本当にかわいい、うん、かわいい。光っぽい写真だったね。さあ、続いて。なんだこれ。あ、知ってる。二人だけ知ってる。なになんだこれは、みやちゃんからのお誕生日プレゼントで、そう一部なんですけど、これすごいインパクトがあったから、うん、これをちょっと写真撮ってきたんですよね。うんうん、そうそう。これ玄関に、なんかそう思ったんだけど、これスリッパなのよ、これ。スリッパがなぜ玄関みたいな。スリッパ、じゃ玄関のところにこうスリッパがこう並んでて、あ、そうなんだ。そうなんですよ。それでちょっとポイポイって撮ったんですけど。ポイポイって撮ったの。でもこれね、本当にこれはまあ、ピンククレスってこともあってピンクにしたんだけど、そう、女子力を、女子力ですね、あげようと思って、あげてほしいと思って、より、ありがとうございます。汚いスリッパしか履いてなかった。何それ、もうどんなだし、もう本当に嬉しい。でもこの前もそのね、会った時にこれと一緒にあげた洋服も着てくれてて。あ、そうなんです。そう、めっちゃ似合ってた。ウェアにあげたんでみんなチェックしてね。はい、宣伝入りました。チェックしてね、ウェアにあげたからね。私のもお願いします。はい、ということで、まあ、2人のプライベートが見えてね、はい、面白かったね。ピンククレスもっと知ってほしいですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そろそろ終わりのお時間ですが、はい、2人ともどうだった？どうぞ。どうだったの？これ出てみて。そうですね、2回目。2回目で、うん、やっぱそうですね。何？そうね、なんか全然感想言い慣れてないからね。すいません。そうですね、やっぱこうやって映像を見て、うん、いいよ、ジュースジュースの宮崎さんと、うん、宮本さんが、うん、中野行ってたじゃないですか、うん、ああいう散策もうち、うん、私たちもまた3人でやれたらいいなって思いと、そうだね、今すごい暑いんですけど。突然のね。でもピンククレスでね、ロケやりたいね、またまたやりたいですね、うん、楽しかった。グランピングもめちゃくちゃ楽しかったんで、楽しかったね、グランピングが本当に楽しすぎて、グランピング終わった後もめっちゃ話し続けたし、そのね、また絶対行こうとか、予約どうやって通るんだろうとか、
そうなんですよ。このガールズナイトきっかけだよね。きっかけですね。そう、まあ、私なんだろう、なんだろうね。あと今日は二平がね、お料理もね、はい、作ってくれましたし。そうですね、ありがとうございます。どうでしたか？いや、上手だったと思う。お腹いっぱいになった、うん、お腹いっぱいですか、うん、本当によかった、よかった。そう、女子会をなんか、まあなんだろう、なんか誰かのお家とかに行ってさ、やりたいですね。うわ、やりたい。でもめっちゃやりたい。私実家なんですよね。で、二辺家に行って、そう、二辺のママとも仲良くなってやりますか、うん、で家族みんなでこう、あ、いいね、楽しそう。大人数で、大人数でグランピング、うん、またやばいね。ピンク、ま、家族ぐるみで、家族ぐるみでグランピング入るかな。やばい。ちょっと楽しそう。楽しそうね。やるしかないですね。本当にピンクプレスで今後楽しいこといっぱいやっていきましょう。はい。そしてイベントもたくさんやれたらいいね。ファンのみんなも一緒にね。はい。はい。ということで、またぜひピンクプレスでガールズナイトやりましょう。はい。はい。バイバーイ。バイバーイ。